じゃんけん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 、ドーン、ドーン、あ、消毒した、あ、ごめんなさい。どうも、ヒデラバです。もう皆さんお待たせしました。10月27、後楽園ホール大会、カルペ以外のチームが決定しました。まずですね、所ヒデを率いる、はい、チーム7、チーム7ではないんですけど、ファイブで。お前チーム7でいい？いやもう、はい。いい？チーム7で。チーム7でいい。チーム7、それか、もしくはチームもちまる。あー、どっち？僕としてはもちまるが。マジ、7は7。7、7でもいいんですけど。いい、7。いや、いいんですか？7を日本語にしてみ。7、うちの奥さんが名前です。いや。そうですね、一人だったらいいですけど、やっぱり5人いるので、ちょっと、はい、すいません。じゃあ皆さん あの結婚されてる方の奥さんの名前を全部大丈夫ですね。そこから選びますんで。あ、わかりました。はい、じゃんけんじゃんけんじゃんけん、ちょっとノリが悪いですね。ノリが悪いって、なんでノリが悪いって、あれでしょ、これから野球、これから野球を見に行かれていただくて。何戦ですか、どことどこ。巨人阪神のちょっと、なぜ伝統の一戦をちょっと。なぜ中日ファンじゃないの。中日ファンなんですけど、なんか本当になんかチケットが入ったっつって、うん、行きませんか。あの帽子は嘘。もうあれが本当です。中日の帽子が、はい、本当です。そうだ。とりあえずチームメンバー何で、今出せるメンバーは今まだちょっと3人しか決まってないんですけど、はいはい、今浪正和さんと、はい、小谷直樹君と、はい、あと所秀夫で、はい、はい、今のところ3人で3人、はい、あと今日の野球観戦で巨人と阪神から1人ずつ。そうですね、入ってくれるといいですけど。はい、体が大きいので、はいはい、あとですね、あともう一チームは、宇野薫チームです。宇野くんが、まあ、前回出てもらった時430キロの重い体重だった重い階級だったんですけど、今回は宇野くんの階級に合った、360キロで出てくれるということで、また宇野選手 のいい関節の取り合いとか見れると思います。宇野選手どうなの、宇野くん入れちゃうみたいな。ところチームですか。そうそう、ぜひ入れちゃえばいいな。入れちゃえば、ぜひお願いします、はいはい、なんかポスターのようにやろうよ。ちょっとやっぱ流れよくカメラで緊張して、すいません。ちなみにあともう一チームですね、もう一チームは小宮川選手のネオ柔道で来るのか分かんないですけど、名前は小宮川選手のところが、柔道関係だったり、総合格闘技関係だったりを5人集めてくる。小宮川選手もちょうど360キロの階級だとちょうどいいと思うんです、ね、一応10月27日ですね、後楽園ホール、カルペディエムチームで、宇野チーム、尾身川チーム、そしてチーム7、チーム所秀夫、はい、かっこ所秀夫。でもファイトナイト1でしたっけ、有明大会の、もう結構もう全部のチーム、カルペディも1回目優勝したんですけども、もう全部の試合が全部接戦ですごい面白かったんで、今回また日本人の階、日本人に合った階級ので面白い展開できると思うんで、はい、皆さん期待してください。チーム7、セブン、あ、そっちじゃないですよ。世代じゃないんで全然見たことないですけど。多分ところチームは1回戦負けします。残念ながら、はい、残念ながらです。クインテッド